でもいいっすよね。この寄せ、これこれね、これだって結構距離あるからね。ここで自由に打たれるの嫌だっていうので、この寄せで、でまあどこまでこう9番がそれを感じたのか分かんないですけど、ちょっと焦っちゃって球ね、トラップずれて、いやー、攻守の切り替えだったんじゃないか。いやー、これいいね、これね、このちょっと緩い横パスに食いつく翔平君、えぐいね。相変わらずここのどのタイミングで行ってんだろう。もうこの辺でちょっとなんか行ってるもんな。あ、ここ行けるっていう、あー素晴らしいね翔平君のこの食いつきはもうなんていうか芸術、芸術品だ何回でも見れちゃう。あーいいね翔平君このね、このね、こうやってボランチ2人が激しく寄せるから、まあサイドバックのとこで取れるっていうことですね、うん、でこの寄せえぐいねこれ。俺やだもん翔平君と対戦するで、もう腕でもうブロックしてガッて中入るんで、もうこうなったら、まあ、相手としてもうやられたって感じですよね。